ですね、うん、質問多かったのがね、うん、お金、2人でお金どうしてますかっていうのがめっちゃ多かったんだけど、はいはい、大ちゃんが7割ぐらいじゃない8、7、8割ぐらいじゃない、そうだね、うん、私が2割、まあ、大きいものを俺が出して小さいものを出してもらうみたいな雰囲気、雰囲気あとまあでも旅行とかはちゃんと、そうだね、まあ傾斜かけてくれるけど2人で貯金するね、感じかな。付き合う前は全部出してくれてた、あ、全部って 99% って感じ私がたまにそのなんかその気持ち程度のカフェみたいなのは、はいはい、出してたけど、まあそうだね、うん、なんか俺あれなんだよね、そのこれファイナンシャルプランナーとしての癖なのかもしれないんだけど、その固定でかかるものとスポットでかかるものとで相当振り分けてるんだよね。なるほど。うん。っていうなんか そういう風になんか難しいんだけど。スポットはデート費用ってこと？そうそう、だから別になんか彼女とかじゃない場合とかはその1回限りかもしれないじゃん。確かに。だから毎日かかるとかってことはかけ離れてて、うん、でそのなんか1回1万円かかるのと、うん、毎回2000円かかるんだったら後者の方が高いって考えてる。なるほどね、うん、そういう話で、そうだね、付き合ってたりねとか、まあ、そうなるとまた別かなっていう、うん、まあほとんど出してくれてるからね、関係性とかもね、付き合ってて全相手おごり、まあ普通の新卒とかだったしね、まあ、全然会社やってるとかって話別かもだけど、なんかそれはちょっと私だったら心苦しい。そうだよね、うん、それはあるよね、やっぱりある。でも確かにこういう話ってさ難しいよね一番しにくくない？そうだね、まあ、なんか、まあ、俺は折に触れてちょっとずつ言うけどね、確かに。男の子から言ってくれるならいいけど、はいはい、女の子から言うのってなかなか難しい気がする。年上とかだったら自分もあったら、そうだね、女の子から言った場合はね不利に働くことが多いと思う。確かに、なんか様子見るのが一番だよねいやそうそうそう多分ねそこが上限値なんだよ。ああ確かにね、なんか女、まあ、話し合って、うん、いい方に転ぶことは多分女性側からするとなくて、ない、男性側が話した時は男性側にちょっと偏るっていうか、そうね、うん、この分はお願いねっていう、そうだね、ことになるから、なんか自分家でご飯作るとかは、うん、完璧に私出す気って感じだ。あ、そうだよね、それはね俺もね思ってたんだよ。確かに同棲するとまた変わってくるのかな、固定費が増えるからどれはどれみたいな分担になるのかな。そうね、なんか俺はでもそのなんていうの、どこの会社がどれくらいの年収かなんていうのはちょっともう本当に分かんないから、なんか俺結構払ってるけど俺の方が年収低かったらなんかどうしようみたいに思ったことあるね。そんなことはね本当に言うけど絶対にないよ。そうねかな、商社とかさ、うん、あの外資の
証券とかさ、うん、そういう話を聞いて、ね、そういうレベル、いやいやいやそしたら転職してないわこんなにそこにいるわ私めっちゃおもろい確かにね、分かんないからね